はい、どうも、秘密結社ふいがむ総帥ハッチーでございます。今回はね、普段だったらこのタイミングでこうやって更新ってこともできるだけ少なめなんですけどもね、競馬ニュースをこの深夜のタイミングでお伝えすることはほとんどないんですけれども、今日はもうから語らせてくださいということでね、ビッグレッドファーム、ラフィアン、ターフマンクラブの総帥と呼ばれた、創業者岡田茂幸氏が今日亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。岡田氏のね、訃報に際してはですね、もう本当お悔やみを申し上げます、ご冥福をお祈りいたしますというところから話は当然始まるんですけれども、いやもう本当ね、ツイッターのタイムラインなんか見ても誰もが本当、例えばこの人好きだった人、嫌いだった人、とにかくもうこの今日のという日はね、亡くなったことに対してだけね、いろんな思い出はやっぱあるよねということで、さまざまな思い出が語られております。打倒謝大、謝大グループといえばね、ここ50年で49年リーディングの、生産者リーディングを取ってるというもう大グループなわけですけども、そこの打倒の一番手なんていうふうに言われた時代もあったビッグレッドファーム、ラフィアン、マイネル。そんな感じでね、岡田総帥が夢を見せてくれた、その競馬のね、中でね、いろんな夢がある、こういう夢を見たというところに、良くも悪くも、競馬ファン、みんなね、育てられたんじゃないかな、というふうに思っております。ついにね、日本ダービーには届かずに終わってしまったという岡田総帥の馬主として日本に戻ってきて、アメリカから日本に帰ってきて自分の牧場を立ち上げて、そこでという物語の最初でね、語られるのが1986年、昭和61年の日本ダービー。岡田総帥は人気薄のね、グランパズドリームという名前の馬で、グランパズドリームという馬でね、ダービーに。ただ人気薄だけでも万全に仕上げた、それこそ体調も完璧だったし、騎手も完璧なタイミングで仕掛けてくれたと。一度はダイナガリバーをかわして先頭に立つんですね。ところがね、ダイナガリバーが差し替えして、謝大グループが初のダービーを獲得したというのが、昭和61年、もう今から35年前の話ですね。それまで謝大グループは、ここ55年で54回リーディング生産者を獲得しているんだけれども、ダービーを勝っていない、生産頭数は多いけれどもと言われてきた中で、ついにダービーに手が届いた。その時にね、若き岡田総帥は人目をはばからず号泣すると、先代の謝大の、吉田善也氏にを見てですね、あの大謝大の吉田善也氏ですら、65で初めてダービーを取ってああなってしまうんだというのを見てね、まだまだ自分はぬるいんだなと、青かったなっていうふうのをね、思い知らされたそうです。その後でね、吉田総帥、吉田善也氏に、岡田総帥、若き日の岡田茂幸氏が声かけられて、君の馬は何着だったのかねって、みたいなことをね、言われたみたいな話をね、聞いたことがあります。いやいやいやと。叩き合って一度かわしたのうちの馬ですやん、勝負服ご存知ですよねというところなんですが、もちろんだからもう人目をはばからず号泣するし、そんなとこも本当見えなくなるぐらい、ダービーっていうのはもう吉田善也氏も目指していて、65になって掴んでね、そうやって思いつあのダービー勝ったことで、そうなってしまうものだし、岡田総帥もそれほどのものなんだということをね、思い知らされた。そして、その後ね、君はまだまだ若い、これからいくらでも勝てるんだっていうふうに、善也氏とね、言葉を交わしたみたいなことをね、聞いたことがあります。今頃はね、善也氏の方ところでね、ついに勝てませんで、ついと勝てませんでしたと、あのダービーが一番僕のベストの勝負になってしまいましたって報告に行かなきゃいけないんだなって思うとね、もっと見たかったね。それでもね、岡田総帥マイネル軍団とダービーの思い出って言えばね、たくさんダービーに馬出してきて、例えばもうコスモバルクなんかはね、本当人気で勝てるんじゃないかというところもあったし、その前後で言えばね、もう2003年の日本ダービーもね、
思い出したい、思い出としてね、一つ語りたいと。まあ、マイネル軍団から参戦していたマイネル・ソロモン。まあ、正直ね、戦績で言えばね、あのデビューが遅れて、新馬戦特別、そしてプリンシパルステークスと勝ってきたもののね、芝2000までしか経験ないし、っていうところなんですけども、父東海帝王っていうことで、シンボリルドルフの子、東海帝王の子が無敗でダービーに挑むというね、それもね、夢を見せてもらいました。マイネル・ソロモンが当時その実績、プリンシパルステークス組でね、6番人気に押されたなんてのはね、ほんと過剰人気ですよ、いくら3戦3勝とはいえ。いや、でも信じたね、東海帝王の子、マイネルもついにみたいなね、信じたね、信じた、俺も。うん、ちょっと信じたかった。まあそんなね、ダービーにはついに手が届かず。まあそしてね、毎年のように、ザ・ダービー、イギリスダービー、エプソムダービーに、登録馬はね、登録はするものの、まあ勝ち上がるってね、活躍って感じにならなくてね、なかなかイギリスへのね、挑戦もできませんでしたが、本当ね、そうやって、岡田総帥の今年のエプソムダービー登録馬どの馬かなみたいなのはね、毎年のように今年も待ってたら訃報が飛び込んできてしまって、イギリスダービー登録馬いないのかなみたいな感じになっちゃいましたね。訃報、本当ね、だからダービーの話ばっかになってもう結構な時間になっちゃったんで、あれですけれども、まあ本当にいろんな人のいろんなね、岡田総帥への思い出をね、タイムラインで眺めていると、もう本当に、だから、すべての競馬ファンにとってね、案外でっかい存在だったんだなと、案外っていうかね、本当、うん、いろいろと影響を受けて競馬っていうのを学んできたなって思います。71年ちょうど、71歳のね、お誕生日ということで、71年ちょうどの人生。本当にお疲れ様でした。ご冥福をお祈りいたします。以上、ハッチーでした。